聖キロスの墓姫。デンマーク国立博物館所蔵、聖キロスの墓姫は完全な形で残っている世界最古の楽曲である。墓石に歌詞が刻まれており、歌詞の行間には古代イギリシアの音符による旋律の指示がある。墓石はエフェソスの近隣にあるトルコの都市アイデン近郊で発掘された。年代は、 紀元前二世紀頃から紀元後一世紀頃と推測される。古代ギリシアの音楽としては、これより古いものも存在する。だが短いながらも完全な形で残っている楽曲は、これが最古である。歌詞の他に、墓石には以下のような文言が刻まれている。この日本語訳は以下の通りである。また、墓石の下部には以下のような拳字が記されている。 ラテン文字に本字すると、シキロスピューター、ペイとなる。これは、セイキロスよりエウテルペニの E であり、セイキロスが自身の妻、エウテルペニこの楽曲を捧げたものと考えられている。歌詞の上部には、旋律を意味する記号が記されている。以下は現代ギリシア語フォントによる墓姫の再現で、ある。セイキロスの墓姫。シグマニューゼータファイアルファニューウプシロン。 保存ジズ、ファヌー、ミューイータ、デルタニュー、ラムダ、オメガ、シグマ、ラムダ、プシロン、パイ、メダン、ホローズ、エス、ルピ、パイロー、ラムダ、ガンマ、ニュー、シグマ、タウ、タウ、ゼータニュー、PRS、アル、エス、アリガンエスキトン、ゼット、エヌ、タウ、タウ、ラムダ、カイロー、ニュー、パイ、アルファ、ヨタタウ、イープシロン、T テロス、ホークローノス、アパイテイ旋律を、現代の五旋譜で表記すると、以下のようになる。五旋譜による表記。 生きている間は輝いていてください。思い悩んだりは、決してしないでください。人生はほんの束の間ですから、そして時間は奪ってゆく、ものですから。セイキロスさんと私セイキロスの墓姫をモチーフに、した、短編映像作品。監督、伊藤賢治、亀渕博士、脚本、川本正文。ダン・マイケル・ランドル、ハーバード・ディクショナリー・オブ・ミュージック。 P767ISBN0 から674-01163から5ありがとうございます。